ライトニングを縄で縛って拘束したい。どうも、ノーキンハンクです。5月病の皆さん、こんにちは。本日は FF13 コラボの情報が続々と出てきております。本日は、ビジョンカード詳細が明らかになりましたので見ていきたいと思います。めちゃくちゃやばいね。なんかもう確認された方いると思うんですけど、まあ、相当強いことが分かりました。ヒロノに認められし者、2つ、情報が出てきました。今回はそのあたりをね、少しお話ししていけたらなと思います。それでは行きましょう。レディゴはい、早速見ていきましょう。本日はホープ、ライトニング、オーディンに認められし者、アレキサンダーに認められし者、この4つのね、詳細が発表されました。キャラ性能は、国営放送でね、ある程度あったんですけども、マスターアビリティも出てきましたね。まずライトニングなんですが、味方の雷属性ユニットの HP 上限プラス 10%、 雷属性アビリティ攻撃プラス 15%、自身の消費 AP マイナス 15%、 雷アビリティ攻撃プラス5となっております。ライトニングは少し抑え目で出してきたのかなっていう感じがしますね。雷属性アビリティ攻撃プラス5、これはちょっと少ないかなっていう感じします。で、自身の消費 AP マイナス 15%、 まあこれはね、いいとは思うんですよね。で、アビリティにもですね、 AP を回復するものもありますので、やっぱり鈴とかルシオトラマスをつけずに、突っ込ませるっていうのがいいのかもしれないですね。はい、次ホープ見ていきましょう。このフィジカルエンハンスのことについて少し書かれておりますね。ホープのアビリティフィジカルエンハンスの付与効果、物理ダメージが上昇する効果は強化をすべて解除の、効果解除対象ですということが書かれておりますんで、この物理ダメージが上昇する効果、これもですね、書き消されるということですのでね、まあ別に注意するわけでもないんですけど、まあそういうことです。マスターアビリティ見ていきましょう。味方の光属性ユニットの HP 上限プラス 10%、 光属性アビリティ攻撃プラス15、自身の魔力 5%、 範囲攻撃耐性プラス10となっております。ホープのマスターアビリティいいじゃないの。範囲攻撃耐性プラス10がめちゃくちゃでかいですよね。ホープって前線に出るキャラではなくて、まあ、近接アタッカーの後ろにつく、まあ、遠距離アタッカープラス、まあ、バフをかけていくみたいなキャラで、まあ、多分そのくっつきやすいんですよね、前線キャラと。で、巻き込まれやすいので、まあ、そのホープがしっかり範囲攻撃の耐性を持っていけるっていうことは、まあ、生存につながりますし、まあ、ギルドバトルとかでも、まあ、勝ちにつながっていくみたいな感じのステータスですのでね、これめちゃくちゃ熱いですよね。はい、ではここからはビジョンカードを見ていきたいと思います。まず、オーディンに認められし者。コストが70でリーズナブルとなっております。パーティーアビリティ、発動条件が雷属性、範囲攻撃耐性アップ、雷アビリティ攻撃アップ、レベルマックスでクリティカル回避アップ、限定付与効果、こちらも雷属性で命中アップ攻撃アップとなっております。いや強すぎるやろこれ。なんか取らへんと後悔しそうなレベルぐらいですね。あのセブンリメイクのガードスコーピオン並みに取り逃したら後悔しそうな感じしますね。これね、あの環境にめちゃくちゃ刺さってるんすよね。まあ範囲攻撃耐性、これも強いですよね。で、雷なんで、まあパーティー雷で組めばいいじゃないですか。で、クリティカルの回避アップ、はい、これもね、あのうまくいけばダメージを抑えれると。まあどっちかというとガード寄りの、パーティーアビリティなんですよね。で、限定付与効果、これ強いんですよね。命中アップと、まあ、攻撃アップっていうので、やっぱり回避キャラが今かなり強いですし、まあ、光も闇も回避するじゃないですか。で、今どっちかというと光と闇のぶつかり合いがね結構多いんですけどもね、まあ、そこに、まあ、雷が入ってくると。で、命中もね、火力も両方持っていけるので、もう両方ね対処できるように、まあ、今後雷属性はなってくるんじゃないかなと思います。雷のビジョンカードを少しまとめてみたんですけど、やっぱりどれも優秀なんですよね。あの最近出た第30次ホルン闘争、これ素早さガン盛りできますし、水のね耐性もしっかりつけれますんで、で、これですね、 FF7 リメイクコラボの、まあ、ガードスコーピオン、まあ、物理アタッカーにつけるとめちゃめちゃ強いですし、
こちらですね、雷属性ユニットの、まあ、斬撃耐性もつけれますんで、この第30次ホルン闘争と組み合わせると水の耐性プラス斬撃が上がりますんで、まあアルストリアとか、まあ、あとは斬撃キャラ、まあ、結構斬撃キャラ多いので、あの耐えることできるじゃないですか。で、魔法キャラになってくると、まあ、エウロペとかね、まあ、この辺りの、まあ、なんとかに咲く花とかね、まあ、あとは昔から言ってますアイガイオンですよね。この辺りもね、斬撃上げれるし、で命中も上げれるし HP も上げれるんでね、もうこの辺りやばいですよね。でクラウドとでライトニングでも雷といったらもう射撃なので、まあ、ここの射撃アップ35、これ別にね誰でもつけれるんですけど、まあ、ここら辺とかもね性能が相当強いので、もうこの辺り組み合わせたもう雷の射撃パーティーとか斬撃パーティー、まあ、相当強くなってくると思いますよね。次、アレキサンダーに認められし者を見ていきましょう。なんかね、こういう話してる時って一番楽しいっすよね。なんかガチャ来なければいいのになと思うんですよね、差し馬で。こちらもね、コスト70で、こちらはですね、FF13 コラボが始まった一発目のログインで本体が手に入ります。これはね、ガチャ引かなくてもね、配布として手に入りますんで、ありがたいですね。パーティーアビリティが発動条件が光属性、命中アップ、魔力アップ、レベルマックスでダメージ上限アップ、限定付与効果こちらも光属性で魔法攻撃アップ、範囲攻撃耐性アップとなっております。なんか配布キャラとは思えないぐらいのハイスペックですよね。このカードはね、いろいろと使いどころがあると思うんですよ。あの裁きの試練とか、あのギルドレイドとか、あのポイントを稼ぐようなイベントあるじゃないですか。でダメージの上限アップがねついておりますんで、まあ、光属性で揃えて、まあ、チェインとか、まあ、重ねまくると、まあ、かなりのハイスコアが、まあ、狙いやすくなってくる、まあ、かなり強いカードとなっておりますね。でパーティーアビリティに命中アップついておりますので、これもねやっぱり今必要なあのステータスだと思いますし、あのつけたキャラにはね、あの範囲攻撃耐性アップ、まあ、つけれますん でもう一つがね魔法攻撃アップなので、魔法キャラにつけるのがいいかとは思うんですよね。まあ、一番いいのはあのスターライトエレナとかに、まあ、つけるのがいいかなと。あの回避しつつ当たってもそんなに食らわないみたいな感じにねしていけますし、あのワンチャンエンゲルとかでもいいと思うんですよね。あの前に突っ込ましといて、あの範囲攻撃耐性でね、あのいろんなキャラと巻き込まれてもエンゲルはあんまり食らいませんよっていうね、そういうの使い方もねできると思います。あとはジェイダンとかユーナとかサクラ、この辺りにつけても強いですよね。かなり汎用性の高いビジョンカードとなっておりますね。で配布なので、あのまああの絶対って言ったらね、俺あの絶対っていう言葉あんまり好きじゃないんですよね。なんか絶対って言ってしまうと、それあなたの感想ですよねって言われたらもうそこまでになってしまいますよね。まあ何が言いたいかっていうと、期間がねかなり長いので、このカードはね絶対貫突しといた方がいいです。絶対強いんで。はい、ということで今回はお知らせを見ながらただ普通に喋ってただけっていうね動画となってしまいましたけども、まあビジョンカード強いですよね。キャラ引くのはどうしようかなって思ってる方でもね、ビジョンカードだけっていうのは全然ありだと思います。まああとはね、ライトニング来るんですけど、本体だけ引いておいて、あとは弊社で盆栽だけしておくみたいなね。やっぱりキャラとビジョンカードをね、育成していくってなるとね、それなりのね、やっぱりお金がかかってきますし、まあ、この後スノーも出てきて、ビジョンカード出てきて、で、FFT も出てきますんで、やっぱりこうね、先を見越して計画的にね、あの、俺みたいに計画的にやっていくんが一番いいんじゃないかなと思います。という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。